若林よ。アナウンサーのゆるちゃん、なんとかおシリーズやってきましたけど、はい、今日は若林おシリーズでございます。はい、いやいや、若林と言いますと、はい、若林って今呼び捨てしちゃいました。若林とちゃんと会話しないでください今の。ダメダメダメ、怒られちゃうから。ちゃんと使ってください。若林さんと言います。同期。同期です。はい。どうです？自信はございますか？自信はあります。自信はあります。ありますか？キリアさんどうです？どうだろうな。私もね、若葉とは結構番組も一緒だったり、うん、昼帯も同じ木曜日担当してて、でもしのりなには勝てない気がするな。やっぱ同期には勝てない気がする。リナさんが今回ライバルだった。どう？どういうことですか？俺も。とても分かんなさそうだ。いや、デビューしてから。うん、だって半年くらいね、同じ番組担当したっすか。意外に俺いけんじゃないかな。あれちょっと自信が、あれ勝負かな。今結構みんな自信ある感じ、うん、今回3人自信あるんですか、うん、え、じゃあ行きましょうか。まずは若林さんからメッセージがあるそうです。ご覧ください。若林よー、イエーイ。はい、よろしくお願いいたします。どうでしょう、なんかこんなに私に焦点を当ててもらえるのがまず恐縮というかありがたいですけど、そんなに自分の話するかな、してるかな。おしゃべりだけど自分のことをそんなに深く喋ってないかもしれない。確かにそう、知っててくれると嬉しいですけど、皆さん頑張ってください。期待してます。あんまり自分で喋んないタイプですね、うん、聞き上手。そうかも、なんか不安になってきた。いけるか。では、いきましょうか。はい、はい、まず、第1問目、チャームポイントは。おー、おー、壮大な振りになってますけど。待って、チャームポイント、ね、はい、では行きましょうか。一斉にお願いします。せーの、ドン。ほくろ、笑顔、僕、涙ほくろですね。ありますよね。あー、そう、目のところにほくろがあって、すごく可愛い。ここにあります。そして、笑顔って言ってたような気がする。あ、自分で言ってんすか。じゃあ、わかんない。見てみましょうか。ねえ、はい、そうだろう。チャームポイント、チャームポイントは、この見えますか、泣き袋です。泣き袋って泣き袋ね、よく言われます。なんか、描いたみたいな泣き袋だねって確か言われるので、あの、似顔絵とかキャラクターを作るときも必ずこの泣き袋は入れるようにしています。へぇ、泣き袋、当たりでいいですよね。やった、当たった。では、2問目、子供の頃の夢は。アナウンサーではないと思うんだよな。絶対違う、それは違うような気がします。そう、段階があるじゃないですか、職業を言う段階と。お花屋さんとかね。そう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 、テレビ屋さんとか言うときもあるし、そこも想定しなきゃいけないのか。子供の頃の夢では、よろしいでしょうか。はい、いきますよ。せーの、ドン。英語の先生、パン屋さん、パン屋さん。なんでここで会うか。なんで会うか。全く根拠のない回答で一致するという。英語の先生ですか。いや、英語がさ、やっぱ得意だから、そうですね、英語興味あったのかなと思ったけど。確かに。どうなの。どうでしょう。どうでしょう。パン屋さん、来い。来い。来い。なぜか当たったら面白い。子供の頃の夢？小学校だったら、パン屋さん。一番最初の3歳くらいの時の夢は、うさぎ。うさぎ？わかんない。なんか、ピンク色は好きで、うさぎになりたいって言ってたらしくて。うさぎし。で、母親に、人参しか食べれないよって言われたら、それでもいいって言ってたらしいです。やばいやばい。パン屋さんと、うさぎです。わー、これに関してはやったすごいっすね。やったやった、おかしくない。パン屋さんに今みんなさ、反応してたけどさ、そうなのよ、ピンク色が好きでウサギっていうのね、シンプルすぎるな。では、3問目です。デレーン、好きなラーメンは。これ絶対聞いたことある、聞いたことある。え、ないな、この方、本当ラーメンばっかり食べてる。そうだ、
大丈夫ですか。はい、じゃあ行きましょう。せーの、ドン。豚骨味噌塩。全員分かりましたね、これね。これ答え見ましょうか。はい、怖い怖い怖い。塩、塩だ。味噌じゃない。豚骨。あ、いや、シンプルだった。シンプルだったよ。全然シンプルじゃん。心、ラーメンを食べるならこってりした分だけ幸せになれるから。どういうことですか。ちょっとかっこいいっすね。なんで決めて言ってんすか。かっこよくないからね、まだ。めちゃめちゃ決めて言ってたけど。ということで、豚骨でした。4問目。今日、カバンの中にあるグミは何袋ですか。何袋か。何味じゃなくて、何袋。いきましょうか。せーの、ドン。1、3、2。またこれも。また割れました。絶対グミは持って買ってくる気がする。ピュレグミめっちゃ持ってた。行きましょうか。行きましょう。お願いします。もう食べちゃったけど。だから今現時点で言うとゼロ。くわ、そっち。食後に食べました。おー、近い。好きなゆえの、好きなゆえのね、食べかけが3とかないかな。そういう感じじゃなかった。確かにそれは可能性としてありましたね。続いて5問目。生まれ変わったら何になりたい。いや、さっきウサギとか言ってたからな。マジでこれ読めない。あるよ。大丈夫ですか。はい、いきますよ。せーの、ドン。イルカ、鳥、外国人。あー、外国人。いや、なんかもう向こう行って、うん、もうなりたくなっちゃったみたいな。そんなことあるんですけど。そんな鳥はなんかちょっとわかる気がします。うん、なんか飛びたそうじゃん。飛、うん、出たし、そう、大人らしいですし。イルカは、イルカ、もうウサギからのなんかさ、確かになりたいものあるかもしれないになるじゃん。結構、多そうな線ですね、そこはね。イルカかな。イルカかも。生まれ変わったら鳥じゃない。なんだろう。鳥の。おお、すごい。うん、ウサギより鳥の方が自由度が高そう。大人になりましたから。大人になっていろいろしましたね。はい、でした。素晴らしい。素晴らしい。トリックを正解するって。そうですね、なかなか難しいですよ、これ。さて、続いて6問目。自分を数字に例えたら何。0から9。0から9。行きましょうか。はい、せーの、1、6、9。みんな分かれたね。おお、1、何ですか。負けず嫌いだから、1っていう数字にこだわったりするのかなって思ったのか。なるほど。そして6。6はなんか若葉の目っぽいなと。ちょっと間違って。俺は若林じゃないですか。うん、出席番号とかケツだったと思うんですよ。ああ。だから最後って言うんじゃないかな。うわー、さ、考えた。ちょっと考えちゃいました。すごい。どうでしょう。考えたことなかったんだけど。大体の人間が答えてよ。何？わかんない、なしですよ。1から9？ 8 とか。なぜ？え、なんで？なんでよ。なんで？なんでよ。なんで？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 か。丸っぽい。あ、そう。でもそのイメージが。だから6位さんの星は。確かに丸い。そう。さて、7問目ですね。はい。何かポーズを取ってください。これやるやつだ。はいはいはい、はい、やるやつね。じゃあお願いします。せーの、うーん、あとね、いいよ、はい、お願いします。せーの、あー、まあ、ちょっと体をこう確かにひねる。じゃあ、しんしん、いい？はい、せーの、こういうやつ。え、何、なんかありませんでした。あれ、ないか。
せーの、はい、あーあーハート作ってきたな。やった答えはこれでした。うそー、長く言うなった。8問目、自分にミドルネームをつけるなら。わあ、これはでも運命だよ。いいから、いきましょうか。せーの、フレッシュグリーン、キャサリン、ジャネット。まずじゃあお伺いしましょうか。ちょっと待って、完全にミスった。若林なのにさ、いつも若葉若葉って言ってるからさ、若葉だったいや、林、いや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 、自分で考えるですからね。そうですよね、そうそうそう。そしてキャサリン、なんか五感、五感、若林、キャサリン、ユー、あー、いそう、ありそう、確かにね。ジャネット、ジャクソン、ジャクソン、はい、ジャクソンだと言いました。なるほど、なるほど、でしょう、難しいよ。若林もやだな。若林、デイジー、デイジー、何でもいいんだけど、なんかお花の名前かわいいなって。はじめまして、ゆうこデイジー若林です。あー、いいね、ころが、いいね、デイジーでした。当たるわけない。9問目、握力いくつありますか。数字の一番近い人がポイント。だから絶対誰かしらに入りますよ。握力ないと思う。いや、絶対ないと思う。うん、大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。せーの、24、24、24、24、ちょっと待って、14多分ね、子供だよ、14、うん、多分なぜか逆手でやって14とかあるんでしょ。そう、左手ってパターンもあるよ。握力？いや、かなりないと思う。ひりき、私、本当に筋肉がないんですよ。運動も一切しないから。いきます。やってるな。これは、震えてる、プルプル。今10代が見えたな。結構た？1点差し上げ、上がってた。でも、あの手笑った。23.7。 うぇ、あった、あ、そっちか。うわぁ、マジかぁ、危ねぇ。 23.7。 ちょっと謝罪しようか。謝罪しようか。ラスト問題です。バランスボール、何秒バランス保てますか。これは結構いけてると思うんだよな。じゃあいきましょうか。せーの、2.5秒、8秒、2秒。単純に立って、あ、ごめんなさいっていうタイプかなと。え、でも、ヒロミでゆるスポーツっていうのやったんですけど、それで若林は世界記録保持者の1メートル走っていう、いかにゆっくりいけるかっていう、どれだけタイムをかけられるかっていうので1位の世界世界記録保持者か。そう、まずい、世界記録保持者、バランスボールいいんじゃないか。確かに、うわ、待って、うわ、これはこれはどうでしょう。え、嘘。うん、でもいけるかも。結構服装いけるかも。でも、いきます。お、お、あら、やばい、嘘、安定し始めた、安定し始めた、結構、ね、すごいな、マジか。まだ行く、まだ行く、え、すごくない？自分で驚いてる。マジ？すごい。え、マジで？あ、これちょっとやばい。え、すごい。え、マジか。これすごいじゃん。本当に体感あるんだ。これすごいじゃん。筋肉。体感やっぱあるね。これ8秒で正解にするのもなんかいい。なんかね、なんかね。あらららら。え、本当。もうちょっと飽きちゃってるね。1分いっちゃう。もう座ってる。安定しに。ああ。へえ、こんな行く人いるんだ。すごい。すごいわ。めっちゃすごくないですか。ヨガのインストラクターじゃん。ダメだ。ということで結果はこちらでした。
1分10秒すごい一応だから一番近い人ということで一応篠原さんですけど8秒ですからね。体感が優れてるっていうのはそうですね。わーもっと長くしなきゃいけない。これはごめんなさいごめんなさい2秒とか言って10問終わりまして結果です、はい、私が2ポイントで篠原さんとりなさんが3ポイントということで若林翔はお二人になりました。やったー、やったー。若林さんのことよく分かったか分かってないかというか分かってないですけど、うん、逆に謎が深まった、ね、確かに、ね、そんな体感が強いのかとか、うん、いや確かに気になりますよね。より謎の深まった若林翔でした、はい。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。